はい、こんにちは、JBS 武蔵野志望です。今回は一流ジムの、三浦コンディショニングコーチと動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日は、肩周りのストレッチで、はい、今日はアームスイープというストレッチをご紹介していきたいと思います。はい、よく野球とかでですね、肩の怪我が多いと思うんですけど、はいはい、まあ、その予兆みたいなのがあって、セルフチェックをした時にですね、ボールを、はい、投げる方の手、はい、を下からこう回した時に逆側の肩甲骨触れなくなって、ちょっと硬くなってきて、はい、ここら辺で止まってしまう、はい、っていうことが、肩の関節をやってる人のスナップの時にこう、ひねりを抜いていくっていう硬くなっていて、はい、でそのまま続けてしまうとこう、肩の障害につながるケースっていうのがあるんですね。なので、そういった、怪我が、まあ、野球とかは非常に多いので、それをこうあらかじめ予防していく、それからもう硬くなっている選手に関しては改善していくっていう意味で、やっていただきたいエクササイズ。はい、と思います。はい、最初、志望コーチの方、はい、ちょっと肩を、はい、チェックをしていただきたいなと思いますが、はい、右投げなので、右の肩がおそらく硬くなっているんじゃないのかなと、ちょっと予想はしているんですけれど、ちょっと最初、左側から、利き手じゃないところを見ていきたいと思います。じゃあ、左手で、右の肩甲骨ですね、はい、こう触ってみてください。お願いします。あ、全然余裕ですね。肩甲骨が、上の方まで手が届いているので全然問題ないと思います。続いて右側行ってみましょう。はい、はい、あ、でも届いてますね。届いてます。はい、問題ないんですけど、やっぱり左と比べると右の方が高さが出てないなっていうのが分かると思います。予防という意味で見ていただくといいかなと思います。では、アームスイープというエクササイズをご紹介していきます。まずは横向きに寝て、こういった形で足をクロスします。そして足を押さえて前習いですね。ここから腕を回していくんですけれど、見やすさの関係からちょっと背中を向いてやっていきたいですね。前習いから腕を回していきます。で、半分まで来たら手のひらを下に下げていただいて、この手を背中まで持ってきます。ここですね。そのまま胸をなるべく開いてここで深呼吸を3回します。3呼吸終わったらまた床を吐くように戻していきます。はい、頭の方から見ていただくと、この状態から2回だけなんですけれど、どれくらい肩の可動域が変化したかちょっと見てみましょうか。はい、じゃあやってみましょうか。いきます。さっきよりちょっといってる感じが。そうですね、そうですね。一度下ろしていただいて、はい、すいません、結構突っ込むので。はい、はい、そうですね、はい、はい、
題ないけどちょっと左右差があるくらいだったんですけれど、今左右差がないくらいに改善されて、まあ、肩の状態っていうのはわりかし整っている状態になってきているので、この状態で例えばキャッチボールをするんですけど、はい、いろんなエクササイズをするっていうふうに発展していただくと、まあ、いろいろ予防にはなってくるんですね。なるほど、はい、わかりました。はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。なんかだいぶちょっとまあ、ちょっとしかやってないんですけど、はい、楽にスッスッと、はい、最初よりは行くようになったなと感じました。はい、どういう場面で使ったらいいかというのはありますか？そうですね、ウォーミングアップのところなんですけど、まあ、ウォーミングアップもこう全体でこうウォーミングアップする、さらに前にやっていただくと、まあ、セルフアップですね。セルフアップでやっていただくと一番いいと思いますね。はい、肩甲骨いかないと、はい、もう黄色信号です、ね、黄色信号ですね。痛みがあったらもう赤信号、はい、こうやった時に痛みが、そうです。まあ、じゃあそういう方はぜひ、このアームスイング、はい、ぜひやって、チェックしてもらえばなと思います。はいはい、では、今回の動画は以上となります。概要欄にですね、スポーチューバー TV というサイトの、URL を貼っておきますので、ジュニアアスリートに特化した情報が、掲載されていますので、ぜひご覧ください。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いします。それでは三浦さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。